はい、皆さんボンジョルノ、ブリーダーの中島とアシスタントのカエルです。よろしくお願いします。お願いします、今日はですね、はい、オープンデーの畑を使いまして、はい、刃物の紹介をしますよ。時田市場の刃物、はい、軟弱もの。軟弱って言わないでください。この軟弱ものが軟弱野菜ですよ、はい、王様といえばやっぱりね、ほうれん草かなと。その感覚ないですか？てかほうれん草に軟弱野菜っていう印象がそもそもなかったです。やっぱね、ブリーダーの中島は西日本の出身なので、はい、広島の出身なので、はい、そもそも小松菜なんて食べてない、うん、食べずに育ってきた、うん、でやっぱほうれん草ですよ、うんうん、ポパイがね食べてたし、はい、なんかうちの親とかも何かの一つ覚えみたいにですね、ほうれん草を食べれば元気になるみたいなこと言うんだよね、はい、なるほど。ポパイの影響でしょかな。やべえよね、洗脳されてるよね。いやいやいや、もちろん元気になるんだけど。そういうアニメなんじゃなかったでしたっけ。そうなんですよ、まあまあ王様だと思います。今でもね、あの市場の値段なんかを見ていても、やっぱほうれん草の価格につられて他の刃物も変わるみたいなのもあるんでね、うん、でやっぱ栽培もちょっと難しいところがあって、うん、軟弱野菜、刃物野菜の中では高級品なイメージが私はあります、うん、はい、あります。一般的にはあんまりないかもしれないですけどね。でそんな中でね、はい、ほうれん草、あの時田市場いい品種たくさんあるんですよね、うん、なんですが特徴的なものをいくつかご紹介しようと思います、はい、まず一つね、今日二つ紹介したいんだけど、はい、まず一つこれ、はい、こちらは何でしょうか。これですよ、寒味の極みですね、はい、寒味って言って、まあ、寒い味、はい、寒い時期に甘みがしっかりの乗る縮みほうれん草、はい、ですね。美味しいです、むちゃくちゃ美味しいですこれ、はい、でほうれん草って日床の野菜なんだけど、うん、日向の野菜、他に有名なもの、はいどうぞ。いやいや、あなたイタリア野菜でいいんですか。いいですよ。おじゃあスイスチャードですね。いやいや、そっちじゃねえんだよな。あ、ビーツですか。そう刃物と思ってる。意外なとこ行っちゃう。そう、ビーツ、ビーツ、はい、ビーツってさ、うん、砂糖大根でしょ、うんうんうん、甘いじゃない、うん、砂糖の原料になる野菜だからね、うんうん、あれやっぱね、根っこ付近に甘みを貯める特性が強いんだよね、うんうん、この日向の野菜ってね、うんうん、でその力が特に強いこのほうれん草の仲間がこの寒味極みですよ、はい、でね、ちょっと収穫これ知ってたら怒られるかな。いいよね、ちょっと取ってみるよね。これまだでもあれだね、やっぱ今年は暖かいからか、全然色が真っ白だね。本当だ、寒さがやっぱ足りないのかな。ですかね、根っこのところは真っ白ですよね。まあ、寒味極みこういう形をしたほうれん草です、はい、で出荷袋あるんですけど、出荷袋にはね、うん、こういう形で、はい、広げて広げて、あのなんか下敷きみたいなもので挟んで、こうやって袋の中に入れると入れやすいんだけど、はい、横入れする FG をね、うん、用意してますね。味ですよ、味、はい、私のほうれん草の食べ方のおすすめ、はい、基本的にね、こいつらってこの真ん中のここの成長点のとこね、はい、ここで一生懸命生命活動をしています、うんうんうん、で外側の葉っぱ、この先っちょとかはもうだいぶ古いんだよね、うんうん、で、もちろん全部食べてもらってもいいんですが、はい、美味しいのはこの真ん中です、うん、ここはね、老廃物なんか結構溜まっていて、うん、ほうれん草だとシュウ酸っていうね、うんうん、まあ、ちょっとなんかあのお腹壊しちゃったりするような成分だね、はい、なんだっけ、尿管結石とかの原因になるんだよ、はい、まあ、でもなんだっけ、バケツ3杯を1日にまとめて食べないと、しかもそれを毎日でしょ、そうそうそう、食べないとならないで、普通に食べる分には全然問題ないです。まあでもね、あんも美味しくないですよここね、まあ、ちょっと、うん、食べてもいいんだけど、えぐみとか感じるかもしれないですね。なので、あの頑張って食べてもらいたいのはこの真ん中で、ね、はい、でさらにね、おすすめは、うん、もしこうやってね、根っこが少しついていってるから、うんうんうん、ここね落とさずに食べてもらいたい、はい、根っこ美味しいですよ。土がここに入ってるんだけど、綺麗に洗ってね、はい、まあ、今回のはちょっとあれかね、うん、あんま、うーん、色は出てないけど、あれ、まあ、筋硬いんだけど、うん、ここね、あのちょっとどうだろう、5分ぐらいチンしてね食べるとむちゃくちゃ美味しい、お芋みたいな味がします、ホクホクで、まあ、ビーツですよだから、はい、ね、あんま甘いし美味しいね、ビーツほど臭くないね、うーん、ビーツほど臭くないっつうとビーツの香りあの、はい、食べ方も今みたいにちょっと独特なものがあるので、あのそういったことも含めてね、うん、ご紹介したらしてすればですね、食べる方も喜んでいただけるんじゃないかなと、はい、あ、まあ普通に茹でて根っこも半分になんていうんですか、割るように切って、ね、おひたしとかも使っちゃえば全然いいと思います。一つ寒味極み、もう一個ご紹介したいのが、はい、はい、こちらですね、サラダほうれん草、はい、サラダほうれん草、見ての通りあのすごい生育がふわっと早くて、はい、色薄くてね、早生の品種です、すごく早く出来上がる品種、はい、でこれね、あの癖苦味少ないです、はい、
でね、生でも食べられるんだよね。はい、こんだけ生育スピード早いから柔らかいですよね。柔らかい。見て見て、ほらこのね、茎なのよ、美味しいのは。はい。でこの茎が、しかもこの品種ね、長いのよ。うん、どうですか、こんだけ食べるとこあるんだよ。うん、でこれをね、こうザク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 っと切ってもらって、うんうんうん、で、あのほうれん草、あ、ほうれん草ね、サラダの中にこう入ってると、はい、シャキシャキっていう歯ごたえが混ざって、うんうんうん、むちゃくちゃいい。しかも甘みがふわっとくるから、うん、これサラダに混ぜるだけでね、サラダ全然高級品になりますね。うん、まあさっと火に通しておひたしもいいんだけど、うん、それよりは本当サラダで食べてもらいたいですね。カメかウサギかみたいな感じですね。どうですか。単体で食べるとそうでもないよ、これ。やっぱりあのいろいろ入っての味のその具合とか、うん、食感の具合が今俺分かりました。そうだね、これはやっぱこの僕すごい好きだったんだけど、サラダに入ってるの、なんか単体で食べるとやっぱ赤飯の方が味がしっかりして、ね、なるほど、タンパクすぎちゃうんですかね、なんだろう。まあ、でもその分ドレッシングとかを楽しめるってことですね。そうだろうね、だからあすげえうめえって思ったんだろうね、サラダに。はい、まあ、これもね、栽培そんなに難しくないんで、はい、早く決着つきますしね、はい、ご利用ください、はい、で、あれですよ、もう一つ葉物の中でね、はい、ほうれん草と並んで、非常に人気が高いのはそっちですよ、はい、小松菜。はい、小松菜です。小松菜はね、一つおすすめの品種があります。はい、これです。これは春の選抜です。あ、はい、春の選抜です。春の選抜ね、時田の小松菜ってね、野球シリーズの名前がついてて、はい、夏の甲子園とかね、はい、春の選抜、真夏の4番打者とかね、うん、はい、でね、私一番おすすめしたい品種はこれです、春の選抜。うん、まあ、作りやすいとかね、収量がよく出るとか、うん、まあ、いろんないい評価もらってるんですけど、うん、実はね、一番この品種のいいところ、うん、美味しいんですよ。うん、で小松菜の美味しさって軽く何か分かりますか。食感、ああ、香り、ああ、そうね、はい。私もあんまり小松菜食べないんですよね。そうなんだけど、なんていうの、小松菜だけを食べてうーんうまいっていう野菜じゃないんじゃないかなと私は思っていてですね、もちろんそういう楽しみ方してもらいたいんですよ。だけどこの春の選抜に関して言うなら、もちろん風味もそこそこあるし、うん、食感はいいですよ、これ歯切れよくてね、うん、いいんだけど、一番いいなと思ってるのは料理の邪魔しないです。余計な味がしない、うん、好きなように味付けられる、うん、油揚げとかと一緒にね、はい、炊いたりすれば、はい、本当にその油揚げの風味を生かす、うん、小松菜の青菜の味がスッとこう差し込まれるような感じ、青菜が全面出てくるってことがないみたいなね、うん、春の選抜はね、そういう品種ですよ、うん、で、栽培が非常にしやすい、収量もすごくよく取れる、畑にもそこそこ置いとける、で春秋夏もそこそこいける、うん、真冬はね伸び硬くなるんであんまりなんですけど、うんうん、春から秋まで、まあ、2月ぐらいから、10月中旬ぐらいまでかな、うん、の巻きだったら、十分使えます、はい、食べても本当に邪魔しないというかですね、うん、多分料理好きな方この品種いいと思うんですよね、使いやすいですよね、すごい使いやすい、なんか泡の臭くなっちゃったとかっていうことはもう絶対ないですね、うん、まあ、なんならさ、サラダでも食べられるんです、はい、だからすごい用途の広いね、うん、刃物ってそれでいいんじゃないのって思ってるんですよね、もう名脇役でいい、はい、だから逆に言うと全ての料理に俺添えてほしいのはこの品種ですよ、うん、緑色さしたいなと思ったらこれ使えばいい、なるほど、うん、で日本人の口にはもう 100% 合うし、世界中の人の口にも合うんじゃないかなと思ってるんですよね、うちのパートさんは春センが食べたいって言いますよ、名指しで言いますよ、おいしいのかな、おいしい、ね、食べやすいんだと思います、食べやすいんだろうね、うん、甘くておいしいよねとか言われると俺んってなるんですよ、この品種、うんうんうん、そんなことないでしょと思うんだけど、ほんと食感は他の品種よりいいと思います、そう、もういい、永遠に黒子でいいんです、はい、永遠にね影の存在でいいんですよ、でもそいつがいないと成り立たないみたいなね、うん、そういう人に私はなりたい、うん、はい、お弁当とかお惣菜は必ずおひたしとか入ってますからね、小松菜これ入れときゃ変な匂い移ったりしないからね、ですね、あとね、年間供給されてるような野菜ですしね、うん、なんなら全部匂い吸収してね、うん、その周りにあるやつの色に染まってくれるみたいなねあ、もう最高じゃないですか、こういういいんですよ、こういうので、うん、はい、っていうのが春の選抜なので、はい、家庭菜園とかねやられてる方はもう2月から10月までずっと巻き続けてください、畑の一部に1メーターだけで巻き続けていただきたい、はい、で使い続けていただきたいっていう品種が春の選抜です、うん、こんな紹介できる野菜ないでしょ他に、まあそうですね、栽培失敗したらすぐ巻き直しはいいんだしね、うん、いいんです、で真夏も超えられます、そこそこね、うんうん、
あのそれ以外の品種はもうスペシャルな栽培向けの品種ですので、はい、まあ、あのプロフェッショナルの方はねぜひ使っていただきたいなというところで、はい、小松菜の紹介とさせていただきます。本日はありがとうございました。はい、じゃあ今日はこんな感じですがね、はい、また次回の動画も楽しみにしてください。はい、はい、ではチャオ。